1184年2月、兵庫県一の谷では、勢力を盛り返した平家が城を構えており、美しい笛の音が鳴り響いています。この断崖絶壁の遥か上、義経率いる源氏たちは、後の歴史に名を残す、鵯越の逆落とし、その計画を進めているんでした。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は一の谷の戦いについてお話しします。屋島の戦い、壇の浦の戦いに並んで有名なこの戦いですが、どのような戦いだったのかこの動画で確認していきましょう。木曽義仲を討ち取った範頼と義経の軍は後白河法皇に呼ばれます。平家追討を要請するんです。とはいえ、範頼と義経のバックには鎌倉の頼朝がいます。頼朝は義仲を討ち取った後には後白河法皇が平家追討を命じてくるということまでも先読みしており、鎌倉出発前に法皇の命令は軽々しく受けようなと言いつけていたんです。どういうことかというと、この時点では天皇が2人存在します。安徳天皇と後鳥羽天皇です。平家としては安徳天皇こそが正当な天皇だと主張しており、後白河法皇としては後鳥羽天皇こそが正当な天皇だと主張しているんです。この時、三種の神器は平家が確保しているので、理論上は平家の主張が正しくなります。とはいえ、この時実際に政治を行っていたのは後白河上皇。源氏としては後白河上皇の言う通り平家を討ちたいんですが、そうなると天皇の敵となってしまいます。この不安定な状況を安定させるために、後白河上皇から平家追討の院宣を出してもらい、証拠として一筆書いてもらうんです。さて、こうして平家追討に動き出す源氏なんですが、この頃の平家は屋島を本拠地とし、福原を再建するため工事をしているところです。そして西側の防衛の要所となる一の谷に城を構えていました。上空から見ればわかりますが、この周辺は北側に長い山があり、平地の入り口が東西にしかありません。しかもその入り口部分は狭くなっており、防衛がしやすくなっています。その上、入り口から中に入ってしまえば広い平野があり、まさに自然が作った要塞となっていたんです。この要塞の中に平家は立てこもっていたんですが、ついに義経と範頼が平家追討に向かうんです。この日は清盛の命日であり、平家は福原で法事を行います。そこに攻め込めば源氏は勝てます。しかしそんなことはしませんでした。清盛に対しても敬意を払ったんです。とはいえ、この日は吉日でしたので、出発の日にこの日を選びました。源氏は義経と範頼が二手に分かれて西へと向かいます。範頼の軍は5万騎で東から攻め込み、義経の軍は1万騎で回り道をし西側から攻め込む、挟み撃ちの作戦です。一方、平家は東側に知盛と重衡、西側には忠則、北側に道盛という布陣で、助盛率いる3000騎の軍が少し離れた場所に陣を構えていました。義経は普通なら2日間かかるこの道を1日で駆け抜け、夜になった頃には助盛が陣を敷いている三草山の麓へと到着しました。この頃、平家方の助盛は、源氏の到着は2日かかるから戦いは明日だ、今日はしっかり寝て明日に備えようと考えてぐっすりとお休み中です。これを義経は利用します。とはいえ、夜の山道です。もちろん辺りは見えません。なので民家に火を放ち、明かりとしながら進軍します。兵力ですら負けていた平家は不意打ちも相まって瞬時に壊滅、屋島へと撤退していきます。これを受けて義経は兵を2つに分けるんです。土肥実平に7000の兵を預け、明石を経由して一の谷を攻める軍勢とし、義経は3000の兵を率いて敵の後方から奇襲するため鵯越へと向かいます。さて、辺りは暗くなり、山道を進んでいた義経たちは馬を降りて野営します。そんな時、弁慶が義経のもとへ漁師を連れてきます。普段からこの山で狩りをしている漁師に話を聞くんです。その漁師は、崖の上から馬に乗って一の谷を攻めるのは不可能だと言うんです。義経が、鹿は谷を降りるだろうと聞くと、確かに鹿は降りますと答えます。これを聞いて義経は、鹿が降りるなら馬も降りれると判断し、漁師は年を取っていて道案内ができないので、漁師の息子熊王に道案内をさせます。義経はこの場で熊王を元服させ、鷲尾義久と名乗らせるんです。こうして義久の道案内のもと、義経は鵯越へと向かうべく一晩山の中で過ごすんでした。しかし、一晩待ちきれない人物がいました。熊谷直実とその息子直家、そして平山末重です。この3人はいわば先人マニアでして、
末重なんかは保元の乱と平治の乱、どちらでも先陣を切ったほどのマニアです。しかし、義経の軍は急な坂道を駆け下りるという戦法を取っていたため、坂を降りることに必死で先陣争いどころではありません。ということで、3人は夜のうちに義経の軍から離脱。尾根を伝って南下していき、土肥実平たちの戦場で先陣を切ろうとします。到着したのは真夜中です。真夜中であるにもかかわらず、とにかく先陣を切りたい直実は大声で名乗りを上げます。とはいえ真夜中ですので、砦にいる平家たちにも無視されます。やる気がありすぎて空回ってる感じです。そこへ遅れて平山末重が到着し、3人はその場で夜を過ごします。少しずつ日が昇り始め、辺りも明るくなってきたので、熊谷はもう一度名乗りを上げます。そうして砦の平家たちはやっと相手をしてくれるんですが、熊谷親子の奮戦によりすぐに撤退。これに熊谷は切れて煽ります。これを聞いて森次は門の外へ出てくるんですが、あまりの気迫にビビって逃げます。何としても先陣を切りたい直実はこれにブチ切れ、門の前で騒ぎ回るんですが、末重は直実の後に来たにもかかわらず、敵の隙をついて門の中へと入っていて、敵の首を持って出てきています。こうして先に先陣を切ったが首を取れなかった直実と、後に参加したが首を取ってきた末重は、後にどちらが先陣を切ったかで喧嘩をするんでした。さて、西側の先陣はそのようなエピソードが残っていますが、次は東側の先陣を見ていきましょう。東側には河原高直と森直という兄弟がいました。兄の高直は死ぬ気で砦を攻め、弟の森直にその手柄を伝える証人になってもらおうとするんですが、別々に討ち死にするくらいなら共に戦って死のうと弟の森直が言ったことにより2人は突撃。しかし平家方の弓の名手真鍋幸光によって居殺されてしまいます。これを聞いた梶原景時とその息子影末景隆の兄弟は一緒になって突っ込んでいくんです。一通り砦の中で暴れ回った上で撤退すると、長男の影末の姿が見当たりません。景時は家来たちに影末はどうしたと聞くんですが、どこにも見つかりません。影末は深入りしすぎたのか砦の中に取り残されていたんです。景時は泣きながら、先陣を切って手柄を立てるのは子供のためだ、俺が生き残って子供が死んでいては仕方がないと言い、砦へと戻っていき再度戦いに参加します。影末はその時5人の敵に囲まれていました。景時は影末に後ろを見せるなと言い、親子2人で5人のうち3人を討ち取り、2人に傷を負わせた上で退却するんです。さて、この頃崖の上にいた義経の部隊、まず義経は試しに馬を数頭落としてみます。その中の馬3頭は無事に下まで降りたんです。これを見て義経はこの崖は降りられると判断、先頭を切って崖を降り始めます。途中平坦なところがあり、そこから下を見下ろすと坂はまだまだ続いています。引き返すこともできず、兵たちはそこから動けなくなってしまいました。すると沢原義経が進み出て、このくらいの坂道俺の地元じゃ普通だぜと言い放ち、真っ先に崖へと降りていくんで、他の兵もそれに続きます。これが日踊り越えの坂落としです。こうして義経たちは崖の下に到着します。予想していなかった場所から源氏が現れたことにより平家は混乱、一目散に海へと逃げていくんでした。平知盛が後ろを振り返ると黒い煙が上がっています。西側の戦いは負けたのかと知盛は考えます。このまま戦っていては挟み撃ちされ逃げ道がなくなる、そうなる前に知盛の軍も撤退を始めるんでした。この撤退の最中、たくさんの平家の武将たちが命を落としていくんですが、今回は最も有名な平敦盛の話をします。一ノ谷で戦っていた熊谷直実は逃げていく平家の武将を討ち取り手柄を立てたいと考えて海岸の方へと進んでいきました。するとそこに豪華な鎧を着た武士がいて、船をめがけて逃げていくところでした。直実はそこにいるのは名のある大将とお見受けする、敵に後ろを見せるとは卑怯であろう、いざ勝負なされよと声をかけ、これに気づいた武士は引き返して戦います。しかし勝負がつき、直実がいざ首を落としてやると兜を外すと、自分の息子と同じくらいの年齢の青年だったんです。自分の息子に少し傷がつくだけでも心を痛めていた直実は、もしも自分がこの青年を殺したら青年の父は大いに悲しむだろうと思い、逃がしてやろうと考えます。その時名前を聞くんですが、逆に若武者がお前は誰だと聞いてくるんで、直実は名乗りました。すると若武者はお前には名乗らないが、お前にとって私は手柄になる相手だ、首を落として誰かに見せろ、誰かが必ず私の名前を知っているだろうと言うんです。あまりにも立派な若武者なので、
どうにか逃がす方法はないかと周囲を見回すんですが、後ろにはすでにたくさんの源氏の武士が迫ってきています。もはや私が逃がしてもこの方は助からない、そう考えた直実は逃がそうと考えたんですが、もう逃げ道が残っていません。せめて私の手にかけてしっかりと弔いましょう、と言って泣きながら首を切り落とすんです。この時に若武者の腰には笛がついていることを見つけます。思い返せばこの戦いが始まる前、平家方から美しい笛の音が聞こえてきたのを思い出します。あの美しい笛の音の主はこの方だったのか、戦場にまで笛を持ってくるなんてなんと高貴なお方なんだと考えながら、首と笛を義経に見せに行きます。そこでこの笛の持ち主は平清盛の弟、常盛の息子、平敦盛であると判明するんです。この笛は敦盛が鳥羽上皇からいただいたもので、名前をさえだと言います。現在でもこの笛は一の谷にある須磨寺で展示されていますので、興味がある人は見に行ってみてください。こうして多くの平家一門が死んだ一の谷の戦いは終わるんですが、なんと焼き討ちを実行した平重衡は京の都を牛車に乗せられて見せしめに引き回されます。後白河法皇は三種の神器を返すならば重衡を四国へと逃がすという交換条件を宗盛に持ちかけるんですが、平家の命綱である三種の神器を手放すわけにはいきません。この交換は断られたんで、重衡は頼朝のいる鎌倉へと送られるんですが、最終的にはなんと焼き討ちの復讐としてなんとに送られ、晒し首とされるんでした。さて次の動画では那須の与一の扇の的が有名な屋島の戦いについてお話しします。それではまた次の動画で。最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を、撮ってきた映像や写真を使って紹介しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。